松江市の街中を走ってみると、あ、唐揚げ専門店ありました。またありました。唐揚げ専門店です。次から次へと現れる唐揚げ専門店。実は今、全国的なブームなんだとか。島根県ではこの3年で店舗数が2倍以上に増えているんです。松江市では大学近くのエリアを中心にこんなにたくさん唐揚げ専門店があるんです。そんな中、今月20日オープンしたのがチョアチキン学園店。山陰初出店となる韓国唐揚げの専門店です。日本でよく食べる唐揚げと違ってサクサクの食感が特徴的です。韓国ドラマでよく見るあのチキンが食べられるなんて感無量ですね。この店ではオープンからの1週間、1日に売れた唐揚げはなんと平均100キロ。驚きの盛況ぶりです。韓国ドラマの影響とか、やっぱり TikTok とかインスタグラムで動画がアップされたりっていうところがありますので、そういうところでやっぱりこう若い女性の人気のものっていうのは結構そういうところでもうすごく配信されてて、そういうところで火がついたんじゃないのかなと思ってます。唐揚げ人気と専門店ブーム、理由は韓国ドラマ人気だけではありません。全国の唐揚げ専門店の情勢などをリサーチする日本唐揚げ協会によると、2019年の10月に消費税の増税が行われて、そこから、テイクアウト、デリバリーに、スポットが当たりました。つまりブームの引き金になったのは一昨年の消費税増税。軽減税率導入でテイクアウト需要が増えたというのです。さらにコロナ禍での食卓の変化の影響も。時短営業、テレワーク、巣ごもり消費、そして自炊疲れによって唐揚げだけは外で買ってこよう、唐揚げも自宅で作るよりは買ってこようという動きが顕著に見られまして、唐揚げ専門店の人気に火がついております。こちらの店もテイクアウト需要の高まりに乗って店舗拡大を図る構えです。テイクアウトっていうところだと自由度が高いっていうのと、あと気軽に来れるんじゃないのかなっていうところを考えると、イートインよりもテイクアウトっていうところの時代に合わせていって、お気軽さっていうところを出していきたいと思ってます。みんなが大好きな唐揚げとはいえ、専門店が続々とできる謎は背景に消費税やコロナ禍と世相が透ける結果となりました。